陸上自衛隊中央音楽隊の皆様によりますファンファーレの生演奏でした。東京優駿第91回日本ダービー、残念ながら16番名将タバルが出走を取り消しました。2021年に生まれたサラブレッド7906頭の頂点に挑むのは17頭です。サンライズアース、レガレイラ、ジューンテイク、ビザンチンドリーム、ダノンデサイル、コスモキュランダ、ミスター GT、アーバンシック、ダノンエアズロック、サンライズジパング、シュガークン、シックスペンス、シンエンペラー、ゴンバレカーブース、ジャスティンミラノ、湘南ラプンタ、エコロバルツ。去年はスタート直後落馬、そして入選後に悲しい出来事もありました。全馬無事にゴールし、無事に厩舎に戻るために皆さんもご協力ください。ゲートが開くまではご静粛に願います。いいお天気です。東京競馬場、芝ダートともにコンディション良、無敗の2冠へ、ジャスティン・ミラノが15番ゲートに入りました。去年を上回る15時現在7万5503人のファンの方が詰めかけているここ東京競馬場。その競馬場に一瞬の静寂が訪れています。2冠か、逆転か、牝馬か、別路線組か、史上初の記録も数々かかる91回目の競馬の祭典、枠入りが静かに行われています。各馬の枠入りを確かめて、最後は18番ゲートにエコロバルツが促されて入ります。第91回日本ダービーゲートイン完了、スタートしました。ややばらついたスタートか。注目は先行争い、11番シュガークン、内は5番ダノンデサイル、そして外は18番エコロバルツ。エコロバルツ、岩田康成騎手が先頭です。15番ジャスティン・ミラノが3番手外、その後が12番シックスペンス、内は3番ジューンテイク、直後には13番シンエンペラーです。ゴンバレカーブース、ダノンエアズロックと続いて1コーナーに入ります。主導権は18番エコロバルツです。1、2コーナー中間リードは1馬身、11番シュガー君2番手につけて、5番ダノンデサイルイン3番手、外の4番手が15番のジャスティン・ミラノ、戸崎啓太です。2コーナーカーブ、ペースが落ち着きます。5番手追走、12番シックスペンス、これを見ながら14番ゴンバレカーブースと3番ジューンテイクが続いて向こう上面に入ります。13番シンエンペラー、9番ダノンエアズロック、10番サンライズチバング、2番のレガレイラは中段のインコースです。ゆったりしたペースで向こう上面、まもなく先頭 1000m の標識です。1分2秒2というゆったりしたペースで流れています。中段グループからは外からぐーんと6番コスモキュランダが上がっていきました。連れて上がっていく17番の湘南ラプンタです。9番ダノンエアズロック、10番サンライズシパング、1番のサンライズアースが上がっていって、2番レガレイラ、後方3投目8番のアーバンシック、3コーナー4番ビザンチンドリーム、今最後方7番のミスター GT、 残り 1000m の標識で先頭は依然18番のエコロバルツですが、外からスーッと上がっていった1番サンライズアースが並んでいきました。さらにはシュガー君と3頭広がって4コーナーカーブ、4番手に6番コスモキランダが上がって並んで、15番ジャスティン・ミラノ、内は5番のダノンデサイル、前6頭が少し後ろから離しています。7番手を追走する12番のシックスペンス、直線コースに向きました。エコロバルツ、シュガー君、2頭が並んでいる。3番手は1番のサンライズアース、追い出したジャスティン・ミラノが今3番手の一線400を切りました。外はコスモキランダです。あとは追い込み勢からアシールどうか、内出し沿いから5番ダノンデサイルが抜けてくるか、外はシュガー君、ジャスティン・ミラノ、3頭が広がった。あとは4番手エコロバルツが粘って200を切りました。追い込み勢、アシールはそれほど多くはありません。先頭5番のダノンデサイル、3馬身リード、ジャスティン・ミラノは2番手、3番手シーンエンペラー上がってくる、ダノンデサイルゴールイン、横山典弘、ダノンデサイル横山典弘騎手、日本ダービー3勝目、鮮やかな内ラチ沿いからの堂々の日本ダービー制覇です。